チョコ先生です。今日は視聴者ゲスト5人目、ティックさん、柿大治は倉本俊彦さん、横浜ベイスターズのあの倉本選手ですね。実は私野球全く知識なしっていう状態でして、私が全く知らない分野だけど楽しく雑談できるのかどうか自分自身ちょっと楽しみです。それじゃあズームにつなぎます。ハロー。お、聞こえた。元気にしてたかい？ああ、ある程度。なんだある程度って。それは元気って言えばいいんだよ。日本の悪い文化だよ。まあね、良さでもあり悪さでもあるな。今日柿大治は何ですか？あ、はい、倉本俊彦選手の名前です。はい、私ね、ちょっとさっきオープニングでも喋ったんだけど、野球をね、ほぼ無知っていう感じなので。なるほど。まあでも無知でもティックが楽しく喋れたらそれでいいなって思ってるから。あ、はい、ありました。はい、よろしく。まあ早速宿題やってきてもらったので、まあ私はお手本をひたすら書いて好きなものの話をしていこうと思うんですけど、好きなものも今回は倉本選手でいいってこと？はい、いや、まあ一応なんだろうな、横浜DeNA ベイスターズの、まあ特に倉本選手かな。横浜がそもそも好きなんだよね、でも。うん。それはなんでなの？きっかけは本当になんかどうでもいいことなんだけど。どうでもいい。うん。なんか中学校の時もゲームセンターになんかベースボールヒーローズっていうゲームがありまして。ああ、はいはいはい。中学まで野球部だったんで、そのゲームハマってて、めっちゃやってたんですけど。で、それで最初楽天ファンだったんだよね。あ、そうなんだ。理由はないんだけど、東北民だからっていう理由。はい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 。普通に楽天のカードを集めてやってたんだけど、はい、そしたらなんか気づいたら横浜のカードがバカみたいに増えてて。で、あれ横浜これ作れるなと思って作ったのはきっかけ。めっちゃおもろいそれ。え、じゃあたまたまなんだね。本当にたまたまな。横浜のカードバカみたいに増えて、うわ、めっちゃ作れるこれと思って作ったの、きっかけ。ああ、そんな感じだったんだ。うん、当時2013年なんだけど。はいはいはい。旬になったなんかピークの選手、他の球団に取られて、今から伸びるぞっていう選手と、伸び終わったもう、選手って終わった選手しかいなかった。うん、すごい極端だね。もうで、まあなんかこのチームなんか若手とベテランしかいないの面白いなと思って、なんか使い出したら割となんか若手がちょっと多いから勢いがあって連勝がすごいし、でも結局若手ばかりだから安定感がないから連敗もすごいし、連勝と連敗続きでなんか応援してて面白いなって。あー、なるほど、すごいね。なんかそれ本当好きなんだね、野球が。そうですね。その成長過程にハマったって感じですよね。あ、そうですね。もう若手が、それこそ筒香選手がまだブレイク前、今レフトなんですが、サードかライトやってたっていうのが、めっちゃ昔の時に、これからなんか面白そうだなっていうのもあった。なんかまさかゲームスタートだとは思わなかった。すいません、しょうもない。いや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 、これが面白いんだって。私こういうの聞きたいんだから。ねえ、で、今気づいたんだけど、ほんでさ、ごめん、自己紹介のターンを忘れてた。毎回やってんですよ、一応。一応ね。一応ね。だいぶ喋っちゃったから、名前と年だけさらっと言ってください。はい、ティックです。私です。こんにちは。はい、お願いします。そうか、もう成人か。字のバランスはめちゃくちゃいいと思うのね。うん。めっちゃオーバーに書くと、こんな感じ。この口は、右に出すというか、この辺ちょっと意識して書いてみてください。え、めっちゃいいんだけど。てか最後に書いたやつ良くない？確かに、いいかもしれない。え、めっちゃ綺麗。最後はいいの？いいいい、いや、それベストだと思う。はい、もうクラおしまい。はーい。横浜にハマったのは分かったんだけどさ、なんで倉本選手なの？いや、そもそも倉本選手は2016年入団で9番ショートで起用されて、すごい珍しいから、9番って本来なんか DH 制がないから、ピッチャーが大体置かれるのに、野手で置くっていう、賛否あったんだけど、結果それが生きたから日本シリーズに行って、でも、日本シリーズの例のプレーがあって、よかったね。まあ、
ファンだから見てたんですけど、はいはい、でもやっぱあの瞬間はめっちゃ接戦だったし、うんうん、大事な場面で、ね、ここ抑えたらでかいってところであれだったから、うん、本当に叫んでしまった、うんですけど、あの瞬間は本当に、しかもセカンドの柴田選手がファインプレーで打たれたと思ったら柴田がスパーンと取って、おー来たと思ったらあれ最初そんなあいつやってくれたなっていう感じだけだったんだけど、うん、だんだんなんか一周回っていいんじゃないかみたいな一周回ったんだ、一周回っていいなと思ってきて、それになんか中学の時野球やってて、うんうんうん、補欠だったんですけど、うん、バッティングはもう自分であんま言うとイヒリなんですけど、うん、できるよりバッティングは絶対にうまかったんですけど、うんうん、信じられないぐらい守備が下手だった、うん、そうなんだ。でもレフトだったんだけど、はい、フライが取れないからランニングホームランを量産していたので、いくら打ってもレギュラーになれなかったんですけど、うん、悔しいね。で、やっぱなんかちょっと通ずるものじゃないが、本当に一時期外野フライがトラウマになって、外野フライ飛んでくると頭真っ白になって動けなくなるっていう時期もあったから、うん、あ、そうか、うん、っていうこともあったんで、やっぱちょっと愛せるなみたいな、うん、あ、なんかいい話じゃないかいい話なのか、いい話だよ。ちなみにその一周回って愛せるまでにはどれぐらいかかったの？2019年ぐらいかな。ほう2年かかったんだ2017のあのヤバプレーまでは、うんうん、普通に好きだったし、あ2018のヤバプレーもちょっと知られたらわかるけど、もともと楽天ファンだから、うんうん、楽天との交流戦だったんですよ、うんうんうん、その時本来ショートだけどセカンドで出てて、はいはいはい、めっちゃ普通のゴロをめっちゃ普通に取って、うん、めっちゃ普通に投げてセーフっていうヤバプレーがあったんだけど、うんうんうん、打ち取った打ち取ったと思ったらセーフってなって、うん、やっぱさ叫んだんだけどまあさ叫ぶわなきっと、まあ、2017年のやつもあるし、余計にこう尺に触ったんだよね皆さんの。ああそうですね。やっぱあれだけだったら言われなかったかもしれないが、うん、それに日本シリーズ自体も2勝4敗で負けたから、うん、あれがなかったら7戦目あったんじゃないかいいね、なんかそうやって思われてもさ愛してもらえるっていい選手だね。だからそう、なんか調べてたら去年がすごかったらしいんじゃないっけ。去年は夏頃出て、そんなに試合数出てないけど、いじられるプレーもしてないし、うんうん、9月とかだったかな、月間打率3割5分ぐらいとか、すごいじゃん。ちょっと復活の兆しが見えたんじゃないかと思うんだけど、今シーズン厳しいなって思う。ちょっと新戦力が入ってきちゃったんで。ああ、そういうことか。いいね、なんか愛してるけど盲目じゃないところが好きだわ。倉本ならやってくれるとかそういうんじゃなくて、冷静に見てるところがね、ツボです。倉本さんの話ちょっとまた後でするから教えてくださいね。うん。高さを全部揃えて、下に余白ができると美しいので、ちょっとそれを目指してほしいな。はい。はい。ああ、左払いだ結局。左に払い出したやつ誰だよ。すげえ昔の中国の人だよ。このぐらいは限界かな。いいじゃん、長くなったじゃん、最初の一画目。いいんじゃない？まあ、画数が少ない字ほどね、難しいから。うん。ちょっとお茶飲んでいい？俺もお茶飲んでこよ。ああ、飲んでいいよ、もう好きにやって。ね、倉本さんはさ、なんでああいうプレーをしてたんだと思うの？なんでああいうプレーをしてたんだと思う？うん。いやー、うん、準備不足。遊びの野球だけど、日本シリーズのあのプレーに似たプレー、俺一回やっちゃったことあって、あの時も、友達がダイビングキャッチしたの。うんうんうん、で、俺がその送球受ける側だったんだけど、うん、絶対冒頭来ると思って備えてたら、めちゃめちゃ土正面に来て、逆に不意をつかれて取れなかった。だからもうやっぱ
準備不足それもいいよ、そんなところに共通点見出さなくてめちゃくちゃおもろいな。年いっていい？はい、一回年いきましょう。はいはい、4本線あるけど一番長いのってこの一番下のやつなのね。ああ、そうなんだね。そうそう、はい、じゃあ書いてみよう。うわー、上手それ。え、めっちゃ綺麗。上手上手、いいじゃん。でも小学生の漢字練習を思い出す。そうだね。なんかさ、噂によるとさ、調子悪かった時はさ、怪我してたんじゃないかみたいなやつ見たんだけど、あれは本当？いやー、どうでしょうね。でもフルイニング、全試合フルイニング出場しといて、うん、怪我がとか体の調子がっていうのはきっとな。言い訳くさい？そうは問屋がおるそう。怒っております。だってね、ティックだって自分がやらかした時にそんな怪我を言い訳にしてないもんね。あ、そうですね、単純に死ぬほど下手だったと準備不足でしょ。あ、あと準備不足あ、ちょっとなんかね、今日ね、チョークが滑るんだよね、ちょっとね、うん、れ準備不足じゃない、うるさい、うるさいよ何が準備不足だ、そうだね母じゃねえんだよ。ちょっとやばい、ゾーンに入った悪いゾーンに入った、もうおかしくなっちゃう。いや、ちょっとこれで終わらす。お待たせしました。横長にしてあげるといいかな、引き伸ばすというか。うわ、むずい。あー、くそ。2017年も多分そういう風に叫んだんだよねあの時見てた時はもっとちょっとちゃんとね、おいっておいだったんだ。いやー、悔しいな、あれは。多分日本中でおいって言ったんだろうな、みんなが。入ったけど、どれがベストだろう。はい、見して見して。あー、でもいいのいっぱいあるじゃん。これは選びたい放題だな、私が。好きなのは、左から2行目の、はい。上から何個目それ。はい、これ？そう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 。それ、立つっていう字のバランスめっちゃいいし、払いの形だけ見ると、真ん中の行の一番下。それ、綺麗。いやー、ベストが生まれないな。いやいや、そんなことないよ。いいじゃないですか。じゃあもうおさらいに行っちゃうよ。はい、ありがとうございます。はい、一番最初の字のすぐ左に本番でございます。ちょっと待って、はい、本がダントツで難しい。わー、すごーい。本が、え、めっちゃ変わったじゃん。いや、いいね。え、めっちゃ綺麗。クラッとね、蔵とことぶき、めちゃくちゃ綺麗かな。あ、そうね、その2つ、こうなんか、スッといった。うん、いや、でもね、2文字も自分で見て上手って言えるようになったのはちょっと嬉しいな。はい、ありがとうございます。いやいやいや、ご苦労様でした。今日はクラム選手についてもう死ぬほど喋ってみましたけど、どうでしたか？あ、楽しかったですよ。いや、これで名前がクラム元じゃなかったら完璧だったクラキだったらよかった。クラタとかになってくれれば。あ、クラタか。クラタだったら書きやすかったね、確かに。そう、名前だけダメだな他は愛せるのにね。そうですねまあ、今シーズン怪しいっぽいですけど、あの新勢力に負けないで頑張ってほしいですね。そうですね、一応一軍キャンプに入ってるんで、うんうんうん、復活を待ってますよね。あれでしょ準備不足とならないようにね。はい、準備不足でしたからね、あれは。いや、私も今日ちょっと準備不足があったので、ちょっと気を引き締めていきたいと思います。すみません。いや、楽しかったわ。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。失礼しました。バイバイ。